皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ブルックリンブリッジのね、たもとにいまして、これからね、ニューヨーク世界一おいしいピザと言われているピザ屋さんに行きたいと思います。で、グリマルディーズっていうピザ屋さんなんですけども、今ねお昼ど真ん中で多分すごいね混んでると思うんですけども、まあ、ちょっとねどのぐらい並んで買えるかっていうのをねちょっとシェアできたらなと思います。それでは行きます。では到着いたしました。まあでも5人ぐらいですかね。ちょっと並んでみたいと思います。無事店内に入りました。ほとんど待ってなかったですね。 2,3 分で入ることができました。店内はこんな感じです。これです。これ食べたんです。美味しいです。全然綺麗です。あ、綺麗です深いと言われてるのが分かるぐらい。
本気で力入れないと切れないですね。一応これスモールサイズなんですけど、めちゃくちゃでかいですね。でもこれは相当食べれるんじゃないでしょうか。間違いなくニューヨークで食べたってのが一番美味しい。全部は食えないと思いますけど、とりあえず食べたいと思います。食べ終わって会計で、$21.70ですね。これにはタックス入ってないんで、タックスを入れてね、生産にな、タックスじゃない、チップを入れてね、生産となります。それでは出たいと思います。それではね、グリマルディーズのお店を出ました。結局ね、全然食えなくてお持ち帰りさせていただく感じとなりました。ここのお店はですね、クレジットカード使えないので、まあ1枚のピザで多分基本的に1人か2人分あると思いますんで、まあ多く見積もってもまあ50ドルぐらいはね、確実に現金で持っていくことをお勧めします。クレジットカード使えなくて、まあ店内にはね ATM があるので、まあ、そこで最悪下ろす感じにはなると思うんですけども、まあ、ある程度の現金をね持っていくことをお勧めします。で、今見ていただけると分かる通りですね、この並びです。私が入った時はちょうど1時ぐらいでランチタイムだったと思うんですけども、タイミングが良かったみたいですね。今ちょうど2時ぐらいなんですけども、20人以上並ばれてるので、で回転がね、注文してから焼くっていうのはまあピザなんでね当たり前なんですけども、ということで回転があんまり良くなさそうなんで、結構並ぶと思いますね。まあ、ちょっとタイミングだけはちょっと難しいので、まあ、ある程度ね並ぶの確保して来られることをお勧めします。で、今回はね、こんな感じで動画を終わりたいと思います。 Thank you 今自転車で通った人はなぜかブルックリンって叫んでいきました。まあ、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。